ヤッホーミルキーです。明けましておめでとうございまんもす。今年も夜の乳首ということで、2021年一発目の動画でございます。でもって約一杯目の乾杯ですね。そういえば昔なんか約一回目のプロポーズっていうドラマありましたね。一応ね、私ね、バツイチなんですよ。だから一回結婚してるんだけど、プロポーズはしてもらったことありません。だからね、次結婚するときは絶対にちゃんとプロポーズしてもらおうと思ってますよ。まあそんなね、寝ぼけた話は置いといて、とりあえず今日も美味しいビール飲みますよ。今日のビールはね、素晴らしいビールですよ。今日飲まなければもっと素晴らしいんだけどね。なんでこれが正月一発目に持ってきちゃったのかよくわかんないけど、とりあえずこちら、じゃじゃん。ミルキーウェイ IPA だったかな。そうだね、ミルキーウェイ IPA でございます。これどう見ても七夕のビールやんけっていうね。これはね、アイムヒコボシね。実はね、織姫もいたの。7月の5日4日、そのあたりにアイムリューで買ったんだよね。七夕に飲もうと思って買ったんですよ。まあ多分七夕の日はね、外で飲んだくれてたんでしょうね。ほいで、ああ過ぎちゃったと思って、そのままね、ちょっと飲む機会を失って今日に至ると。まあそんな話でございます。ってことで、もうそろそろ飲まないと本当にやばいなと思って、今日はこれを飲みますよ。またこれリンパするの忘れた。まああれよ、缶だからね、半年経っててもいい香りするよ。まあ缶だからさ、大丈夫でしょ。大丈夫って別にほら、腐ることは心配しないんだけど、なんかほら、美味しさがとか、なんかあるかなみたいなね。でも、香りはバッチリ。最高っすね。もうあのね、年明け一本目のビールにふさわしいと思うよ。七夕だけどね。ってことで、本日初出勤の人もいるのかな。本日もお疲れ様でした。乾杯。全然普通に美味しい。多分普通に美味しい。勝手す飲んでないからな。でもお店でも飲んだ気がするんだよね。美味しいかな。美味しいし、2つセットだとすごく可愛いのよね。で、可愛いからまあ写真も撮りたいし、ね、ビール好きと一緒に飲もうとか思ってたんだけど、1本はね、私の大好きなね、大切な大切なね、兄ちゃんに送ったんです。それでね、送ったんだけど、残念ながら7日に届かなかったんだ。8日ぐらいになっちゃったのかな。で、1日過ぎたらさ、もうなんかいっかと思って、まあそのうちね、オンラインかなんかで一緒に乾杯しようかなと思ってたらね、それで なんだろう、2、3週間経って、あのこないだのビールなんだけどさって言ったら、ああ美味しかったよ、飲んだとかって、ええー、みたいな。一緒に乾杯しようと思ったのに飲まれちゃってさ、こんなんかの時に飲もうと思ってたらね、年明けちゃいましたね。やっぱさ、買ったらそれを飲まなきゃダメだね。反省しました。ジューシーね、ジューシー、ジュースみたい、ジュースみたいじゃないけど、
オレンジピールが入ってるんだけどね、アルコールは 7%。 麦芽大麦ホップって書いてるね。すごいね、オレンジ感シュワシュワよ。すごい美味しい。天の川って感じは微妙ね。天の川飲んだことないしさ。私結構ね、沖縄に行くんだけど、沖縄でのあの渡嘉敷島によく行くんですよ。天の川がすごい見えるらしいのね、らしいっていうか、まあ、みんな見えるんですわ。5人で行ったら4人は見えるね。私以外はみんな見える。で、私はね、別にね、心が汚いから見えないわけじゃないです。あの極端な近眼で一応コンタクトレンズはしてるんだけど、ほとんど見えません。で、ほら、あそこにほらこう白いこういうのあるでしょ。わーっと、もう全く何を言ってるかさっぱりわかんないっていう。やっとかろうじて見える星がね、月ですね。月以外はね、もう見えません。ミルキーウェイね、いつか見えんのかしらね。美味しい、ホッとするわ。ところで、良い子の皆さんはどんな正月を送ってましたか？私はね、ずーっと飲み続けですね。もう30日ぐらいまでさすがに体力の限界を感じましたね。ちょっとこう、なんていうんだろう、軽くめまいがするというか、胃が痛くなるというかね、もう無理っていうぐらい限界になりました。こうちょっとも無駄にしたくないっていうか、ちょっとでも楽しそうだともうすぐささっともう、どんなに忙しくても行っちゃうっていうね、こういう根性がね、もう体を壊すんだよね。でもずっと家にずっとお友達もいて、みんなでね、年越しがいい乾杯みたいな。いや、30、31、1、2、3、本日は4日でございます。やっとね、やっとなんかね、ちょっと落ち着いたかなっていう感じかな。本当に休館日はいつ来るのかな。うまい。七夕に飲まなくてごめんなさいね、申し訳ない。これさ、何での企画物ビールはその時飲まなきゃ絶対ダメね。もうクリスマスのビールはクリスマスに飲めながらいいんだけどね、七夕のビールはやっぱりね、七夕に飲みたかったな。まあ七夕は毎年来ますからね。そろそろね、また、東京はね、緊急事態宣言が出されそうです。あんなもん出ちゃったらね、またゴーストタウンリターンだから最悪ですよ。もうさ、どこのお店も閉まっちゃうじゃん。だからもう今焦ってさ、あっち行かなきゃこっち行かなきゃっつってもう翻弄してますよ。ちなみにね、映画館も閉まっちゃうだろうから、明日見たい映画見てきます。もうこういう、本当行ける人はね、さっさと行かないと今週中に緊急事態宣言始まっちゃいそうですよ。どうなることやらね。つまんないの。まあそうなったらまたこの動画の数はね、増えるかもしれませんね。まあそんなことで、これからもよろしくお願いしますよ。余韻がいいね、なんか清々しい。私の彦星はどこにいるんだろう。もうお星様になっちゃったのかな。そんなの嫌だな。ということでね、今年はゆるーく彦星でも募集しようと思います。我こそは彦星だという方、頑張ってください。僕は彦星として君を応援してますよみたいなね、
メッセージをいただけるともう非常に嬉しいので、よろぴこりってことで、本日のビールは、ミルキーウェイ IPA でございました。本日も美味しいビールありがとうございました。ぴこり、またすぐ会いましょうね。じゃあね、 See you! Bye!